皆さんこんにちは、吉松いくみです。今回も始まりましたよ、いくみずボイスの時間です。いくみずボイスは文字通り様々なトピックをラジオ風に語るチャンネルです。ぜひ何かしながらいくみずボイスを皆さんのお供にしていただけたら幸いです。さあ今回はペンネーム佐賀県代表さんからのリクエストテーマでお届けします。おお、いいペンネームですね。はい、以前いくみさんがインスタグラムでアメリカでの異文化的なことを、言っていて面白かったので、日本にはないアメリカあるあるを教えてくださいということでした。おお、なるほど。うわー、これはね、めちゃめちゃ長くなりそうな回ですよね。いっぱいありますよね。いいテーマをありがとうございます。今回はパッと頭に浮かんだ8個のことを取り上げていきたいと思います。海外に住んでいる日本人の方は共感できる点がいっぱいあるんじゃないかなと思います。先にね、8個ざーっと紹介しちゃいます。1、激甘スイーツ。2、アメリカンジョークのオチ。3、政治家のツイッター。4、ハイパーテンションの挨拶。5、あらゆる単位。6、ありえない被害。7、女子アナのメイクとファッション。最後は、男子のテテペロ的なウィンク。ざっと言うとね、こんなラインナップでございます。お分かりいただけたでしょうか。さあここからね、一つ一つちょっと深掘りしていきましょう。さあ一つ目は激甘スイーツです。これはね、もうアメリカあるあるなんですけど、今でも鮮明に覚えてます。アメリカに来たばっかりの時にスーパーででっかいね、美味しそうなパンが売ってるんですけど、アメリカ人なら誰しもが愛するアップルフリーダーというものをね、買ってパクッと食べた時の衝撃の甘さと、砂糖なんだかシロップなんだかわからない、こう中にこうジュワーって口の中に広がって、うーわー、これはもう一つペロって食べれるようになったらおしまいだ、まあ太ってしまうという、もう衝撃だったのをすごく覚えていて、その時はね、甘すぎて半分が限界だったんですけど、まさかのその半年後にはね、もうペロッと一つ食べれるようになっちゃって、はい、というアメリカ激甘スイーツがペロッといけちゃうようになるというお話です。はい、はい、次、続いて2、アメリカンジョークのオチがわからない。これもね、あるあるですよね、きっとね。オチが分かっててもなんかあんまり面白くないんですよ。いや、もちろん面白いんだけど、でもなんか周りのアメリカ人がめっちゃ爆笑しているほど、こちら側としてはあんまり面白くないっていう、わかります？そういう感じの笑いなんですよ、アメリカンジョークって。そこまで笑えないっていうのが私はすごい多いので、周りがね、どっかんどっかん笑っているのを見て、一人愛想笑いをして、その時をしのいでいます。あとね、オチがわからなくてずっとね、真剣に聞き続けてるっていう状況もよくあります。なんかね、相手からしたら最悪な聞き手の状態なんですけどね、最近はだんだんわかるようになってきましたが、やっぱり日本のお笑いと、まあアメリカの笑いっていう感覚というかツボは全然違いますよね。はい、次、3、政治家のツイッターが結構なニュース情報な件。これは日本ではまず見ない光景だと思うんですけど、アメリカって政治家のツイッターとか、あと有名人、結構な経済人のツイッターとか、毎日のようにニュースに取り上げられるんですよ。百歩譲ってね、その番組がバラエティ番組ならわかるんですけど、もうちゃんとしたニュース、CNN とか FOX ニュースとかで取り上げられていて、これね、日本で言うなら、例えばね、安倍総理のツイッターとか、麻生さんがツイッターでこういうふうに言ってますなんて、あんまり毎日のようにニュースで聞かないじゃないですか。ましてやね、ソーシャルメディアって感覚的に信憑性に欠ける問題もあるし、こう真面目など真ん中のニュース番組がこう毎日取り上げるっていうのは、アメリカ独特というか、日本人の目からすると
ちょっと不思議な光景です。さあそして4番目、ハイパーテンションの挨拶に戸惑う件。これもね、あるあるなんですけど、わかるかな、これ私だけかもしれないです。日本人にはないテンションで挨拶をしてくる方がアメリカ人には多いというか、まあ、いるんですね。なんか、Hi, sweetie, how are you? Is everything is okay? How is your dog? Oh, that's wonderful. みたいな感じ。わかります。なんかこう、もう1オクターブ、2オクターブ声高くして、なんかもう笑顔、もう眩しい笑顔で、はーいって迎えてくれる方々がいますね。もちろんね、めっちゃ嬉しいし、あったかい気分になるんですけど、同じテンションで返せない。もうなんか、もう圧倒されちゃって、頑張ってね、笑顔を作って、その一連のウェルカム挨拶が過ぎるのをこう待ってる自分がいるというか、ね、これ私だけなのかな？なんか、あ、はい、thank you, yeah, I'm good, みたいな、なんかもう、こうやってこう、その場をしのんでます。もしね、わかるっていう方いたら、ぜひコメント欄で教えてほしいです。他にもね、皆さんのアメリカあるある、イメージでもいいので、こうアメリカってこうっぽいよねとか、何か思いつくものがあったらコメント欄で教えてくださいね。今回ね、やっぱり長くなってしまったので、後半のあと4つのアメリカあるあるは、次回のイクミズボイスでお送りします。それでは短いお時間でしたが、お付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をして、ぜひ皆さんイクミンの一員になってください。それでは皆さん、今日も笑顔あふれる一日をお過ごしください。 See you soon. Have a nice day. Bye bye.